掛川市が舞台になる将棋の第72期王将戦の開幕が来年1月8日に迫った。藤井聡太王将に羽生善治九段が挑む注目度の高さから大勢の来訪者が見込まれるが、市を象徴する掛川城天守閣は修復工事でシートに覆われたまま、町の顔が見えない中、市などで作る将棋による町づくり実行委員会は、 関連イベントの拡充を図り大一番に備えている1年前挑戦者として同志を訪れた藤井聡太王将が天守が近くに見えて落ち着いた雰囲気と評した対局場の掛川城二の丸茶室青木見た天守閣は6月大規模修復工事に入った周囲に足場が組まれ姿を隠している 掛川城が望めない中で、将棋界のスター二人を迎える王将戦第一局。市は12月上旬、会場周辺に上り旗を設置して、歓迎ムードを演出した。隣接する三の丸広場で当日に開くイベントでは、地場産品などを提供するキッチンカーを増やし、臨時観光案内所も配置して、来訪者をもてなす。 限定販売する掛川城のお城印にも将棋ファンの心をつかめると期待を込める藤井聡太王将と羽生九段のサイン入り復元から27年が経過した掛川城の修復を話題作りに利用して「不審中」の文字も印刷する。 市によると、両者が顔を揃える前夜祭には、定員20人に対して約100倍に相当する1979人の申し込みがあった。第1局2日目の大盤解説会、定員80人にも2296人と、約30倍の応募が殺到した。世代を超えた頂上決戦に、地元の関心も高い。 日本将棋連盟掛川支部の中山正夫支部長67は初防衛を目指す藤井聡太王将と通算獲得タイトル100機がかかった羽生九段全評判では藤井聡太王将が強いが羽生九段も盛り返してきた良い勝負になると対局を心待ちにしている藤井聡太五冠 VS 羽生九段王将戦勝負飯試食家に能登牛のどぐろ 金沢でで月第3局で提供来年1月28、29日に、金沢市で行われる、将棋の第72期王将戦第3局、北国新聞社公演で提供される昼食の試食会が26日、対局場所となる金沢東急ホテルで開かれた、ズワイガニや、のと牛、のどぐろ、かが野菜など、地元食材をふんだんに使った発品の中から、 藤井聡太王将20と挑戦者の羽生善治球段52が2品ずつ注文する金沢ゆかりの勝負飯が注目の一戦を盛り上げる1月30日から2月末には両対局者が食べたメニューが各10食限定で提供される予約制となるケーブルで対局制放送王将戦は金沢での第3局を含め 金沢、加賀ケーブルの囲碁将棋チャンネルで完全性放送される。藤井聡太竜王六冠挑戦か、佐藤九段維持見せるか、棋王戦、小ミグループ杯挑戦者決定二番勝負第二局展望。 渡辺明棋王38名人への挑戦権を争う第48期棋王戦小ミグループ杯共同通信社主催は12月27日東京都渋谷区将棋会館で挑戦者決定二番勝負第2局藤井聡太竜王20佐藤天彦九段34の対局が行われる 起用戦本戦は本戦ベスト4からは2敗失格制で藤井聡太竜王王位 AO 王,王将棋聖は準決勝で佐藤九段に敗れた後敗者復活戦で2勝し挑戦者決定2番勝負敗者復活組は連勝が必要で再び佐藤九段と対決した第1局を藤井聡太竜王が勝ったため第2局の勝者が渡辺棋王への挑戦権を獲得する 藤井聡太竜王にとっては年度内六冠佐藤九段にとっては久々のタイトル挑戦がかかる注目局の勝敗と展開をデータをもとに予想してみた藤井聡太竜王は校長維持藤井聡太竜王の最近10曲美映のテレビ対局を除く11月6日将棋日本シリーズ準決勝対稲葉非八段11月89日 竜王戦七番勝負第4局、対広瀬昭人八段、11月14日、順位戦 A 級、対広瀬八段、11月20日、将棋日本シリーズ決勝、対斎藤慎太郎八段、11月25、26日、竜王戦七番勝負第5局、対広瀬八段、11月29日、 起用戦、小ミグループ杯本戦敗者復活戦、1回戦。対伊藤匠五段。12月23日。竜王戦、七番勝負第6局。対広瀬八段。12月8日。起用戦、小ミグループ杯本戦敗者復活戦。2回戦。対羽生善治九段。12月19日。起用戦、小ミグループ杯挑戦者決定二番勝負第1局。 対佐藤九段12月23日順位戦 A 級対佐藤九段佐藤九段の最近10局未放映のテレビ対局を除く9月21日伊藤園王位小澤杯王位戦予選対片上大輔七段10月3日順位戦 A 級対伊藤谷哲郎八段10月14日ヒューリック杯棋聖戦二次予選 対屋敷信之九段。10月19日、伊藤園王位、小井大王位戦予選。対石井健太郎六段。10月28日、順位戦 A 級。対長瀬拓也王座。11月3日、棋王戦、小ミグループ杯本戦。対藤井聡太竜王。11月11日、順位戦 A 級。対斎藤慎太郎八段。 11月17日、起用戦、コナミグループ杯本戦。対、羽生善治九段。12月19日、起用戦、コナミグループ杯挑戦者決定二番勝負第一局。対、藤井聡太竜王。12月23日、順位戦 A 級。対、藤井聡太竜王。藤井聡太竜王の直近10局は、9勝1敗と変わらず、順調。 竜王戦で広瀬球団の挑戦を4勝2敗で退け連覇を達成順位戦 A 球でも5勝1敗と挑戦権争いのトップに立っている佐藤球団は11月以降藤井聡太竜王に土をつけている数少ない棋士だが直近10局は4勝6敗の負け越し調子の比較では藤井聡太竜王優位と見ていいだろう 藤井聡太竜王先手なら佐藤九段が横太りに誘導か。佐藤九段先手なら矢倉が本命。直接対決は藤井聡太竜王の6勝1敗。2番勝負であっても本局の松の地は改めて振り後まで決められるため、最近の戦型選択の傾向からは藤井聡太竜王先手なら角換わりを試行するだろうが、第1局同様。 佐藤九段が横歩りに誘導すると思われる。佐藤九段先手なら、矢倉を選ぶ可能性が高いだろう。データでは、圧倒優位に立つ藤井聡太竜王に対し、名人3期の実績を持つ佐藤九段が大一番で再び意地を見せるか注目される。